F0 クラスに参戦されている船橋選手にお話を伺います。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。どうですか、調子は。そうですね、昨日の練習速報では自己ベストを、はい、更新できて、しかもなおかつそれで周回できてるんで、はい、まあ、ドライなら準備万端っていうところです。はい、ちょっと天気がね、今にも雨降り出しそうなんで分からないですけど、はい、前回6位ということで、はい、今回かなり力入れてきてるらしいじゃないですか。そうですね、エンジンもパワーアップしましたし、一番、まあ、ウィークポイントだったところを、まあ、うちはねサスペンション屋なんで、まあ、サスペンションで勝負したいって思って参戦し始めたんですけど、まあ 毎回バックストリートで抜かれるっていう展開で、いつも順位がこうスタートから順位が落ちるっていう展開だったんで、まあ、今回は、まあ、予選から前に出て、優勝を目指したいなと。優勝、優勝ではなく優勝ですね。もう3年目参戦4回目なんで、まあ、そろそろだらだらやりたくないんで、はい、スパッとちゃんと結果残して、うちの製品の良さをアピールしたいなと思ってます。はい、なんかちょっと伺ったところでは、エンジンパワーを上げたらなんか逆にまたその難しいところができたって話なんですけど。そうですね、単純にエンジンパワー上がると、まあ、進入スピード、どのコーナーも進入スピードが上がるん でだからというコーナーはやっぱ落とさなきゃいけないんで、やっぱフロントフォークの仕様を変えたり、ブレーキもね、こうレバーが入ってきちゃうんで、こう熱だれ対策でこうダクトつけたり、はい、そういったこうで単純にパワーがなかったからタイム出なかったって思ってたんですけど、やっぱパワー上がったら上がったで違 こう難しさも、まあ、そこら辺もいい経験させてもらってます。はい、この経験はお客さんのためにも。そうですね、お客さんにフィードバックできますし、やっぱり僕ら普段全日本選手権もサポートやってるんですけど、やっぱライダーの気持ちも含めてこうやって走り続けることで自分が身をもって、まあ、レベルは違いますけど、こういう経験がやっぱりそのサポートしていく部分でもすごい重要だと改めて痛感しているところです。はい、期待してます。頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。